こんにちは、サイズです、今日もここ栃木県宇都宮市アメカジの聖地フーパー宇都宮店さんよりサイズ TV をお届けします。はい、店長の奥さんです。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。奥さん、まあかれこれね半年ちょっと、まあ、いろいろ撮影とかおしてね、いただいておりますけども、そんな経ちますか？経ちますよ。はい、はい、そんな中私ちょっと気づいたことあるんですよ。はい、お店のアイテムって、まあ、基本的に奥さんが選んで、そうですね、はい、で、まあアイテム見たり奥さんの格好とか見て、はい、奥さんってベスト好きだよ気づきました？今は着てるけど気づいちゃいました。はい、ベスト好きです。ベスト好きだよね。あのね、はい、着たことない人って、まあ、あんまりいないかもしれない。着たことある人は分かると思うんですけど、便利なんです。あ、はい、まあ、まず袖が自由、動きやすい、うん、 そうですね、はい、そして僕が着るベスト基本条件としてポケットがでかくないと、あ、機能的じゃないとバッグも兼ねてるわけ。そうです、はい、いろんなものを入れたい、はい、いろんなものを入れられないと、はい、僕の中では本当にポケットのないベストは僕の中ではベストじゃない、はい、あ、そうですね、だからそういう意味では実用性も兼ねてるし、はい、ファッション性もあるし、で動きやすいし、あったかいし、はい、悪いことなくないですか？そうそう。そういう意味で、ベスト。そう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 。ベスト、こよなく愛する。こよなく愛する奥さんです、はい。はい。私はベストが大好きです。大好きです。そんな中、はい。来ちゃいましたね。来ちゃいました。まあ、1年1回、1年1回僕が とにかく騒ぐタイミングがあるんです。はい、まあ、大体それがこれです。はい。はい、まあ、じゃあ、ベスト好きの奥さんに。はい、ベストオブベスト。ベストオブベスト。すごいな。ベストだらけ。はい。ベストオブベストを紹介します。はい。じゃあよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。サイズ TV。こちらですね、奥さん。はい。ベストオブベスト。ベストオブベスト。はい。この時期はもう僕はこれが大好きです。大好きで。はい。まあ、フリーホイダーズさんの、はい、ウィンターアビエーターベスト。アビエーターですね。アビエーターです。はい、まあ、アビエーターさんはまあね、飛行服ということになりますけど、まあ、その名残っていうのは、まあ、この前立てを見ると、こう、ぐわっと入り込んだダブルですね。はいはいはい、この辺の流れが、やっぱアビエーションの流れを組んでると。ただまあ、それを結局、その、軍人が来てたとかっていうのではなくて、まあ、イメージ的にはそれをこう、バイク乗りの人たち、まあ、そのモーターサイクル、そうですね。問わず、その、車とかでもそうですよね。はい、まあ、そういった人たちが来てたみたいな。イメージで作ってるっていう感じですかね。なんかね、そうバイカーって感じもしますよね。そうですね、はい、だから結構ね、そのまあもちろんバイカーっぽくも着れるし、でもすごくデザイン性の富んだ形をしているので、はい、まあ、この辺も D ポケットがついてたりしますからね、うん、そういった意味ではまあ本当にファッションとして取り入れてもらうことももちろんできますっていうやつ、はい、でまあ、うん、もう生地ですね、はい、まあ、これはもう知ってる人もいると思うんですけど、まあ、N1 でもご紹介しましたジャングルクロス、はい、でもちろんパラフィンコートです。買ったやつです、はい、もうあのね、店頭で試してもらうと分かりますよ、ボタン通らない、なかなか大変、はい、ならまあこれも使っていくともちろん味になっていきますんで、まあ、最初のうちはちょっと頑張ってもらえればとは思います、はい、あと特徴的なのは、はい、特徴的なのはまずもう目につくのはここですね、前の肥沃ですね、はい、ここがかなりこちら側に入り込んだ、まあ、フリーホイラーズでいうところの例えば、そうだな、センチネラとか、はい、ああいうのもそうですけど、まあ、ちょっとこうね、このダブルのダイナスみたいに締めた時にこっち側に上がってくるって、このまあアシンメトリーの作り、ね、こっち側には大きめの D ポケットが入るっていうのもやっぱりそういったところの雰囲気ですよね。気に来てるからここにでっかいポケットが入る、サクッとこう入りますからね。でもちろんここは肥沃仕様になってますんで、中の方はジッパーが、はい、ボタンがね、ボタンがね、僕慣れてるからこれですからね、これ慣れてないと大変ですからね、はい、でもみんな慣れますから、はい、で中は一応メンテープで、もちろんこういうふうにジッパーがついてます、うん、でここを開けてもらえればもちろん中の方にはアルパカも入りますね。またベルモールから取ってきてアルパカ、そもそもいつから取ってきて毛なくなっちゃいますからねいやでも本当にもうやっぱりアルパカあったかいですから、ね、あったかくて毛玉にならないし、本当に最高の中跡だと思います。優しいよね、はい、で一応ウィンタービューターにはサイドポケットとして内側にここに大きなポケットがつくんですけど、はい、爪割れない、爪ぐらい割りますね一応こんな感じで、あ、そこにもあるんだ、はい、ここに大きなポケットが入るんで、まあ携帯とか結構この辺に入れとか入れてもらってもいいかなとは、サイトとかね、そうですね、はい、思います。であとはやっぱりフロントのこの大きなマチ付きのポケットですね、はい、ここもやっぱりマチがこうやってしっかりと箱マチで付いてるので、
まあ、ちょっとこうくしゃっとするんですけど、このくしゃっとした感じなんかがまたかっこよかったですね。はい、でね、サイさん、ここ触ると気づきます？ネルシャツの生地が入ってる。なんか優しい生地だ。そう。これが、実はフリーホイヤーズの、うん、あの、N1 でもそうですし、これもそうなんですけど、ジャングルクロスとアルパカモヘアの間に挟まってる。ああ、これ入ってるんだ。そう。はい、これも高密度フランネルなんですね。だこれによって、普通の、まあ、一般的な N1 と言われるやつよりも、一層多いんで、よりあったかい。はい。けど、より硬くなるっていうね。そう。そうなんですよ。そうなんですけど、やっぱこれが、フリーホイヤーズの N1 の、まあ、N1 だったり、このウィンタービアイターベースの、特徴だったりします、はいはいはい、結構入るのこれね。結構入りますよ、うん、だから本当にもう割とここでしっかりと物を入れてもらって、でもちろんディーポケにもちょっとしたもの入るし、うん、でまあ一応ね、後であの後ろも見てもらうと分かるんですけど、ゲームポケットもついてます。まあマップポケットと言ったりしますけど、そうここが中に入るわ。全部ここがポケットです。そこになるもんね。そうです。これが全部もう何でも入ります。入れようかね。ね、本当にだからもう、まあ本当はバッグいらないですよね。ちょっとしたものを入れとく分には全然いけちゃうっていう。そっかそっか、バッグの代わり。そう。だからまあ本当にその着るバッグみたいなイメージだったりはします。はいはい、で、こういうところがフリーホイヤーズだなと思うのは、こういったところです。ここの缶抜きの色。このステッチは、茶色なのに、ここだけちょっと緑のオリーブですね。こういうところのかっこよさです。ちょっとね、こう、レッドブラウンのカラーにこの色入れてくるのはなかなか想像つかないじゃないですか。こういうやっぱカラーリングセンスとかその雰囲気の良さっていうところがもう何よりですね。これちなみに毎年デザインは違うんですか？形自体は実は同じようにして作ってるんですが、よくよく見ると実はここの入りがちょっと入ってたりとか、そういう微妙なモディファイをしてます。はいはい、で、一番は色は毎回変わります。毎回違う。はい。レッドブラウンの新色です。新色。はい。はい、新色であり、多分今年だけのカラーリングということになりますので、うん、そういったところからすると、まあ、毎年同じものは一応出てないというか。はいはい、同じようには寝てないというですね。まあもちろんだからこれもここから着込んでってもらって、はい、こう色が退色していって、うん、当たりがついてってなった時の変化で、もちろん今もめっちゃ元気ですから、はい、もうなんかめっちゃ硬いですけど、テロッとしてきた時にこう形がご自身の形になるわけですね。こういう風にこんな感じですか。そう、こんな感じです。まあ3年着てますけど、僕らのこれはアタッチドフードベストって、これはフードがついてるので、はいはい、この時はこういうやつだった、はい、色もなんかちょっとイエローだったりもしたんですけど、まあこれもだから着込んでいくと全然柔らかくなる。でもほら僕の方ここね、ここ入りがちょっと浅いんですよ。確かに。そうです。比べると。そう。だからね、ここ D ポケじゃないんですよ。はいはいはい。D ポケの方が絶対使いやすい。僕ここ一回も開けてないですから。まだ硬いかもしれない。まだ硬い。硬いですよ、これ本当に。でもこの辺は全然柔らかいです。うん、まあ、そういう風にしてちゃんと着込んでってもらえればしっかりと馴染みが出ます。はい。いいんですよ。で本当にまあ一応俗名というか別名スリーブレスジャケットって言われるモデルなんで、いわゆるそのアウターベストです、はい、だから皆さんが捉えてる、まあ、一番わかりやすいベスト、インナーに着る直キベストみたいな、ああいうのではなくて、もう G ジャンとか革ジャンとか、はい、そういったものの一番最後上から羽織る、要は袖のないジャケットっていう形なので、はい、だから逆に言うと、まあ、インナーにちょっとこう夏冬場だとちょっと寒い革ジャンとかそういうのを使ってもらって、その上に着るアウターオンアウターという人ですね、はい、このアウターのレイヤーリングができるんで、それもまたちょっとかっこいいんですよ、ね、まあ、そういったのをちょっと着こなしとして考えてみてください。はい、いや、いつもよりちょっと熱がこもってるな、奥さん。はい、着てますか。着てますし、好きなんですよね、はい、でもね、あったかくて動きやすくて硬いですけど、馴染みはしっかり出ます、ね、そうですね、やっぱりデザインがすごく良くて、着てる人がまああんまりいないんで、確かに、はい、そういったところがね、もう魅力でしかないね。はい、じゃあちょっと着てみてもよろしいでしょうか。ぜひ着てください。はい。じゃあお願いします。はい。お願いします。はい。着てみました。はい、いや、いいな、これ。これはいいわ。今日、なんだろう、もうバッチリじゃないですか。もう靴、何ですか、合わせてます。合わせましたよ。合わせました。はい。まあでもいいでしょう。このなんかちょっと軽く羽織れるんだけど、でも N1 のなんだろうな、こう着た満足感みたいのが、袖がないから着やすさでちゃんとこう置き換えてるんだけど、あるっていう。確かに楽だわ。楽なんです、はい、だからね、N1 と同じ内容なんですけど、やっぱりこうここからの動きが妨げがないから、うん、N1 が悪いわけじゃないですよ。あれはあれでかっこいいんですけど、はい、やっぱりこう動きやすくて着やすいから、ちょっと羽織ろうかなみたいな気になるっていう。はい、分かるわ。それでいてあったかい。あったかいもんね。そうなんです。ただ N1 とかではもう絶対やらないこのアビエーションだからこそできるこのカラーですよね。ね、このレッドブラウンっていうこのカラーもかっこいい。そう、意外と本当このポケットは使えるんですよ。だから結構
まあ割とこう年齢も上がってくるとお財布とかポケット入れない人もいるじゃないですか、割とロングウォレットとかそういうのも入れられますしね。パソコンチェーンだったら入ると思いますけどね。大丈夫だと思います。パソコン入れる人なかなか見ないけど、タブレット入る、タブレット入りますね。僕はあのバイクのパーツでこうブレーキパーツになるパーツに入れて、はい、全然入るんですよ。ほんとバックいいですね。この D ポケやっぱ使いやすいですよね。これ僕の黄色いやつついてないのでほんとつけてほしかったなってすごい思う。D ポケットってほんと楽ですね。確かにこれバックの代わりにはなるね。そうだから結構な容量ありますからね。男だったら男性だったら、そう女性みたいにねいっぱい物持ってるわけじゃないんで、そうこのポケットにね間違あるんで、フリホのポケットでね結構この間違が広がっててもかっこいいんで、そうなんかね変にあんな感じにならないんですよ。あ落ち着く。あやっぱり、ね、あとここがやっぱりあったかい。あったかいです。うん、そうでまあ。否定をするわけじゃないですけど、僕が着てるアタッチドクル、アヤクル、うん、アタッチドフードベストってやつ、はい、あのフード付きのやつって、車を運転してるとちょっとフードが、あの結局ジャムルコントが付いてるから、ヘッドレストで押されるんですよ、はいはい。そうすると若干首が前に行くんで、少し肩こるんですけど、やっぱフードなしはその辺がすごいスッキリしてるので、より着やすいと思います。はい、ちなみにサイズが、はい、こっちが42です。で僕でこれ38です。38。今、ジージャンの上に着てますけど。はいはい、かっこいいですよね。ね、本当これがねまた経年変化してきたらどんな色になってくるんだろうね。未来色だからね。そうなんです、ね。どの辺の良さですよね。はい、でまあ今僕ボタンだけ閉めてましたけど、ボタンだけ閉めてきてもいいし、大佐君しっかりとジッパーを上げてきてもらえばもちろん保温性遮蔽力も上がりますので、まあしっかりとだから本当にバイク乗ってるお客さんとかでもまあ以前にこれと同じモデルでやっぱり革ジャンの上にこれ着て冬超えてる人いますからね。全然本当にそのぐらい本気で使うこともできる。そうし、まあ、もちろんラフにこうただ羽織るだけみたいなね、はい、全然いい。いや素晴らしい。そうそう。それがもう僕が1年のうちに必ずこの時期に騒ぎ出す、はい、ウィンタービエーターベスト。ベストオブベストです。ベストオブベストです。もう今回これで決まりですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。はい、そういうわけで、ね、今回は。ウィンターアビエーターベスト。すげえ、本気の着方してます。はい。もう暑い。そうね。ちょっと暑いですけどね。でもまあ本当に外で朝晩冷えてる時とかももちろん使えますしね。もちろんこれから冷え込みがもっと強くなってくれば、なおさら使えますし。はい、まあ本当に、アウターでね、やっぱりそこまでいらないよっていう人も実際いらっしゃるんで、うん、そういった方なんかは逆に袖なしのこれの辺だったら、まあ僕ロンキーの上とかにも着たりもしますけど、はいはいはい、結構着る時期長いですからね。そうね。いいよね。いいです。だからまあ本当にそういう意味ではもうジャケットとして見るベストとして着れます。これはおすすめですね。はい。はい。いいですよ。で、やっぱりこう今年しか出ないのなんで、うん、被んないっていうね。そうね。そうです。はい。他の人とあんま被んない。まあ今年出てる分はありますけど。なんかちらっと小耳に挟んだんだけど、はい。カスタムも出るらしい。ああ。出るんです。カスタムもね。そう。でも、この色のカスタムではないんですよ。はいはいはい。リホヤーさんなんで、カスタムはカスタムの色になりますんで。そう、色でね。そうです、はい。で、それは逆に言うと無地がないんです。まあ、そう、はい。はい。だからまあ、そこは多分ね、この後にご紹介が多分できるとは思うんですけど、うん、まあ、無地のこの色目、ちょっと大人っぽいこのレッドブラウンっていうのがお好きな方はもちろんこれがいいし、はい、カスタムはね、まあ先に言っとくと、もうちょっと、キャメルというかブラウン、明るめのブラウンなんで、ね、はい、まあそっち系で文字がバーンって入ってるのが好きな人はね、そっちでもいいと思います。はい。じゃあ次は紹介しましょう。そうですね。はい。あ、来週ぐらいでできるのかな。はい。はい。じゃあ、そういうわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お会いしましょう。さよなら。It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.